なに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 、なになに、これに着替えてください。は、何も言わずに、はい、これに着替えてください。カメラマンシーンです。はい、わかりました。はい、ここで、はい、着替えましたけど、何ですかこれ、はい、まあ、とりあえず挨拶から。ああ、そうですね、はい、はい、皆さんこんにちは、イケ先生吉です、はい、本日も戦車道具紹介行います。多分わかんないです、はい、カメラマン匠です。はい、新企画やります。新企画、なるほど、それでこれ、はい、はい、何やるんですか。ですね、とある企業さんからご依頼をいただきました。はい、え、はいはい、その依頼内容を伝えます。はい、差出人ファインピース株式会社社長。あ、そうそうそう、すいません、ありがとうございます。件名クリスタルビジョンについてのご意見願い、はい、家系戦車吉様、はい、お世話になります。ございます。今回ご連絡させていただいた内容は、はい、先日動画に紹介いただいた、はい、A グレーズクリスタルビジョンの商品の見せ方やパッケージ、うん、デザイン、うん、また一消費者として改善してほしいことなど、数々の商品を扱ってきた家系戦車さんにぜひご意見願いたいです。成分的な部分は基本的に変更が難しいので、はい、まあまあまあ、主にそれ以外の部分へのご指摘、はい、それに対する改善をいただければと思います。よろしくお願いいたします、はい、でそこでですね、はい、ちょっと企画を組んでいこうと思うんですけども、はい、今回家系戦車研究所を設けます。お、研究所、はい、はい、でここで商品に言及して、より良い商品をメーカーと一緒に作り上げるということをこれからやっていきますんで、はい、わかりました。よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、ではじゃあ今日は第1回目ということで、そのクリスタルビジョンの、まあ、何かしらをとりあえず言及していくと。まずそうですね、一気に全部やるってわけじゃなくて、そうですね、まずは何かをやるということで、では早速やっていきますか。ちょっと僕何も聞いてないんで、とりあえずこの後は、はい、指示にのっとってやっていきます。はい、じゃあよろしくお願いします。どう、改めまして、家系戦車研究所室長の吉です。室長はずないか、はい、よろしくお願いします。助手の匠さんですでね、彼がね、いろいろこうメーカーさんの多分話をしたんでしょうね、こう調査してほしい内容とかを紙にまとめてくれてるんで、それにのっとってもうパッパと進めていきます。まず第1回目がパッケージ取説ボトルの選定についてお願いしますということなので、まずそれを今回動画にしてまとめて、で僕なりにまず意見を述べますので、皆さんもぜひ見てこんなんどうですかとかがあれば、意見ください。それをまとめて、まあ、動画であったりとか、あとこういう報告書にして、企業さんの方に投げますので、それによって、現状こういうねボトルです、うん、念を押すんですけど、これ遊びじゃないですか、ガチでやるんで、ガチで、はい、しっかり企業さんからご依頼が来てるんで、で以前も使ってこういう中線がないとか、あ、ちょっとごめんなさいね、はい、こういうねご指摘がいろいろ他の方からも来てたり、あと商品自体の値段が高いとかいろいろあるんですけども、まあ、その辺についてですね、これをより良くしていく、中身はねすごいいいんですよ、それ以外があんまりだということなんで、企業さん的に、まあ、僕的にもそうだと思ってたんで、うん、その辺についてねまずやっていきます、はい、まず取説っすね。もうね分かりにくいの一択です、もうマジでこれ一応書いてるんですよここに。ちょっとね映像ちっちゃいのであんま映ってないかもしれないですけど、うん、書いてるんですよ、うん、と使い方書いてない、ね、雨の日の視界を良好にするガラス用撥水コーティング剤の業務用の大容量タイプです。全然関係ないこと書いてるこれがダメ、まずこれもちょっと書かせてもらいますね、これは取説が全体的にダメですと。で俺らはだからサイモン氏に教わったから知ってたけど、うん、彼がもう動く取説みたいになってたから、そうだ、ね、いいけど、これちなみに Amazon と楽天で買えるんですけど、買ったらこれが届くんですよ現状、うん、ってことはこれを見て皆さんやるわけですよ、はい、どうやってやんねんそう、分かりません。でじゃあネットで調べたら一応出てくる、まあ、スクショ載せときます。一応紙で僕もプリントアウトしたやつは持ってるんですけど、うん、使い方書いてるんですけども、ちょっと分かりにくい、取説は。それこそこれに対してだから改善点を一つ見出すとしたら、このボトル自体がちっちゃいから、うん、もし書くんが難しいんやったら、こういう QR 貼れんやったら、うん、この QR を動画媒体にして、うん、キーパーコーティングみたいに、うん、キーパーコーティングって Amazon のサイトに全部動画で取説載せてるんよ、うん、そういうのにリンクをつける、うん、そう最近多いもんね。そうそう、もう文字あれやったら動画見てやってくださいっていう風に、うん、やるっていうのは一手かなと思いますね、うん、皆さんもなんかぜひ意見あればこれについてお願いします。他何かありますか。いや、まあ、俺的にはその商品の取説といえばやっぱ紙媒体で付属させるっていうところ、うん、あ、じゃあこの付属品の部分に紙で取説をつけてもいいんではないかと、うん、まあ、もちろん資金お金かかっちゃうかもしれないけど、うん、やっぱりより親切さを求める、なるほど、お客さんの満足度を上げるっていう考えやったらつけてもおかしくはないかなと、うん、まあ、商品にテープで貼っつけるとかでもいいや。その場合外箱はつ
けど、まあ欲しいけど、まあそこはちょっとかなりね、外箱はなしでもいい。テープとかで貼り付いてるさ、なんかスポンジとか売ってるやん、オートバックスかに、うん、あんな感じで取り捨てつけてもいいんちゃうかなと思うけど。なるほど、うん、よし。じゃあね、ちょっとね、僕ら的に一番やっぱり改善せなあかんなっていうのはこの容器なんですよね、うん、このガラス容器で蓋がなかったり、ね、蓋ちゃん中栓がなかったりっていうことでコストをねかなり抑えるために、いろいろセリアで100均ですね、買い揃えてきました。そうやね。でこれをいろいろこう詰め替えて試してみて、どれが使いやすいかっていうのをちょっと今日はやっていきます。その現状のボトルはまずそのどういうとこが悪いっていう感覚ですか？中栓がない、そのショッさんも言ってたけど、やっぱりドボドボ出ちゃうし、あ、うん、かなり必要以上に量が出てしまう。そうそうそう、不織布とかスポンジに取ってやるって考えるとちょっとこう液が出すぎる、うんうん、まあ僕はずっと言ってますけども、やっぱりその適量取ってっていう、うんうん、その基準、そうよね、これ適量ってめっちゃ分かりにくいし取りにくいし、うん、無駄に取ってしまうとね、うん、ちょっとやっぱもったいないんで。そうそうそう、っていうので、じゃあまずこの外ボトルの選定からね入っていきたいと思います。だこれで確定じゃなくて、このどの形状がいいかっていう、例えばねこういうあの霧吹きがいいのかとか、うん、こういう化粧水取るやつ、うん、ドンと取るやつがいいのかとか、うん、いろいろね用意しましたので、うん、これに移し替えて実際使ってみて、どれが一番ベストかっていうのを今日はまず報告であげたいと思います。まあ、これ見ててね、あの皆さんこうしたらとかあれば、そう、ね、じゃんじゃんちょっとコメントいただきたいんで。現状この何撥水剤というものがどういう液に対、液って言っちゃう、どういうボトルに対してやったら使っていいとか使いやすいとか、うん、が分からないんで、僕ら適当に詰め替えてますけども、もしかしたらだからこのボトルは撥水剤の成分的に良くないんですよっていうのもあるかもしれんけど、とりあえずそこは分からないんで、まあ実験ですから、これまさに研究なんでね、うん、せっかくないい商品やからな、これをもっと 120% 発揮できるようにしたいね。で外装とかパッケージプリントの部分とかは、まあ、もうちょっとそれは改善した方がいいのはいい、うん、シールとかも良くないし、せっかくこんだけ高級感あるものやったら、例えば黒いボトルにするとか、うん、なんかそういう風な変化を加えてもいいんじゃないかなって思うけど。ちなみにこのガラスってのはどう思う？まあ、瓶や。俺どっちでもいいと思う、それは。ああ、なるほどね。別に確かに瓶にしたら高級感は出るけど、まあ落として割れるっていうリスクもあるし、ね、霧吹きとかいいと思うけどな、うん、とかいうのを試します。そうやね。はい、とりあえず5種類用意しましたんで、これを順番に使っていきましょうか、はい。施工するものに関しては今回統一でいきます。不織布、はい、白不織布でいきます、うん、白不織布って、不織布は全部白か。白です。はい、すいません。でじゃあまず一つ目、一滴ずつ出るタイプのやつね、ポタポタっていう、まあ、化粧水とかによくありそうな感じ、ね、そう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 。これはだからトラベル用のなんかシャンプーとかを詰め替えるボトル、うん、でこう柔らかいタイプなんで、うん、こうギュッと押したら出るやつ、これね、はい、まあ、適量取る分にはまあいいかもしれへんけど、これでまた適量って言ってもな、難しいけど。でまあ施工はだからこれでこう塗っていくだけと、はいはい。まあ、1回目ちょっとねドボッと取っちゃったん で一応トリセツ、クリスタルビジョン の、 そのネットに書いてた取説を見ると、かなり多めに液を塗り込んでくださいっていう感じだったんで、うん、ちょっと数あるんであんまり広範には塗らないですけど、まあ、ドバドバっと多少取れても問題はないですけど、やっぱりどれぐらい取るのっていうのは明確にしてあげると。あ、でもやっぱりこれいいな、こういうやつ。そのクリスタルビジョン今まであのガラスの瓶でやってきました、うん、どうですか、そっちに変わって断然こっちの方がいい。100均の方入れ込んで、100均とはいえ、まあ、取り方的には多分こう同じようにこう押し付けて取るとかになるけど、うん、さ今最初やってたみたいにひっくり返してこういう感じでポトポトポトって取れるから、うん、これはいいですね。ただ適量っていうところ、そのどれぐらいの量取ってくださいっていうのを明確に表すのはこれはではちょっと難しいかなって思う。ちょっとじゃあ一旦これぐらいにしといて、うん、あれですね、報告書に書いとかなあかんな。一つ目のだからやつは丸と、うん、エントリーナンバー1は良かったと。2つ目、これはねちょっとジェルとか取るやつやねんけど、バチッとして一番わかりやすいのはブードゥーライドシルクの蓋、はいはい、それあ、そうそうそう、こちょっとね真っ白透明なんでわかりづらいかも。ああま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 あ、あの口がほんとちょっとぴょこっと出るような感じの、まあちょっとわからないんで、
とりあえず使います。これもボトルは柔らかいです。うん、まあ、ちょっとこれシャバッとして着てみるとどうなるかよね。ああかん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 、垂れるな。もう直付けになるな。あともうほっといても出てくるな、これは。ここああほら、あ垂れます、ここに垂れます。すごい使いにくそうやなこれちょっとダメな。ああやっぱね、ああいうちょっと粘度高いとか、うん、ドロッとした感じやと半固形ジェルのもの、まあ、だからシルクとかも、まあ、練り物やから。完全に練り物って食い物みたいになってるシルク練り物食い物みたいな。これ良くない。ちょっともうこれも結論早かったからもういいわこのタイプは良くないです、まあ、ちょっとダメですよ。もうバサバサ、うん、切っていきましょう。これはおすすめできなかったですね、はい、3つ目もねジェルタイプのやつなんですけど、なんていうのこれは。また口が常時出てる。さっきはボタンでプチって口が出てる。あそうやね。これはだから一応透明のキャップ付きなんですけど、まあまあもうそれに関してはちょっとどっちでもいいんで今外してきましたけど、本当にあのよくあるアルコール消毒こういう、うんうん、よしほらこれ多分ちょっとピュッて出そうやな。次いきますね。あ悪くないやさっきよりマシや。これやったらでも一番明確かもしれない。5プッシュしてくださいとか。そうやね、プッシュ回数とかをある程度明記してほしいよね。うん、ただ適量取ってくださいっていうその人によって差が出ない。これいいかもしれない。うん、あいいかもしれない。これ俺1個目よりこれの方が好きかもしれない。あそう、化粧水のやつよりかは断然取りやすい。これなるほど、まあ、化粧水のやつはちょっと出る量にムラがあるから。そうそう、あとひっくり返してポタポタポタってやってばこの辺のその口の部分とかについたりするけど、うんうん、これはもうそのピュッピュッピュッってこうプッシュ回数出してるからね。そうそう、ほんまに女性の方少ないですけど見てる人で化粧水をこうコットンに取る感じ、うん、ブブブッってこうサーッて。なるほど、メモしておきます4つ目、霧吹き。普通の、うん、もうこのレバー引いて出るやつ。これでいいんちゃうかな。これだからとりあえずどうしようか、直接吹きかけてみるか。こういうことやんな。うん、どう、なんか伸び具合とか変わる。ああかん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 、ムラになる。うん、揮発してる。なるほど、じゃやるとしたらこっちかな。うん、こっちに取らなあかん、もしやるとしたら、うん、霧吹きやからシュッてやった時に一投目真ん中には強く出るけど、その周りに飛び散ったものがもうデデ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 ってなって消えてるそのまんま。だそこをもう一回こうしたらいいやろうけど楽にはならない。無駄に量かかるね。そう、直接吹きかけることによってあいいやんとはならんかったな。これはこっちに取ればまあまあまあ、まあ、でもなんかそれだとすごいこうたくさん手についたりとか。そうやね、この辺に飛び跳ねたりとかは大いにありますね。うん、やったらもうちょっとちっちゃい、まあ一緒か、もうちょいちっちゃい霧吹きでも直接でもこっちに取っても一緒やわ。厚塗りできへん。なるほど、これに関してはこの商品やっぱ厚塗りした方がいいっていうのはあるんで、うん、まあ近くで見てもらったらまあ分かると思うけど、もうその塗り込みの厚さが全然違う。薄くしか塗れてないこっちは。映像で映ってるかな。いやちょっと難しいと思う。だからもうあの、僕自身の意見でいくと、うん、こっちはもう明らかに薄塗りになっちゃってる。期待してんけどな、霧吹き。まあ結構量取らなあかんっていう時にやっぱ薄なるんや。ちょっと薄塗りになるね、これ。面白いねこれ。いや5つ目、これ最後です。サンプルス5つ目。あのなんていうの、ギュッて押したら出てくるやつ。食器用洗剤とかでよく最近使われてるかなとか、こういうやつ上からプシュッと押すだけでね出るっていう。はいはい、出ました。こうやってギュッと押して出るってやつですね、うん、ここに液が溜まって、うんうん、あちょっぴしか出ないんか。あーあー、うん、でも断然いい。飛んだ、ちょっと飛ぶのは注意かな。でもそれはボトルの質によるけど、うんうん、
施工のしやすさが重要やからね。そう、めっちゃいいな。なるほど。なんか横にテーブルとか置いてたらな、もうそこに手をかざしてポシュッて押すだけでいけそうやもんね。そうやな、この辺にこう置いといて、そうそうそう、ピュッてってピッてってみたいな。それいいね。で、一つ問題点は、まあ、ボトル室によるけど、ギュッてした時にちょっとこう飛ぶ、うん、この辺の隙間からピュッて液が飛び出ることがあるんで。しかもこれ蓋付き、これが良かったな。そうだね、たまたまこれ蓋付きの見っけられたから良かったけど。あ、いいやんこれ。え、ちょっとこれ2回施工やしさ、こいつ、うん、俺1回やったから今良かった3つやってみて、うん、でそれまた報告まとめるわ。それはそれで OK です。で、僕今3つやってこれかこれ、うん、どっちかかな今んとこね。 俺はどっちかやけど、ちょっとそれをまた1個決めないとダメなんで、うん、どうせ2回成功せなダメだからちょっと待って、うん、その間考えます、うん、じゃあ2回成功しましたんで、ま、撥水ですね。とりあえず撥水を見ます。もうこれはね、ほんと申し分ないんですよ、この商品。これめちゃめちゃいいんすよ。もうめっちゃ小さい粒が流れるもん。そう、これちょっとね、今回ざっくり施工してるんであれですけども、それでもこんだけ撥水してるんで、もうね本当に申し訳ない。きっちり施工してたからもっといいんですけど、あのボトルとか取説が本当に不親切やったなっていうのはずっと思ってて僕らだからサイモン氏に学んだんで、きっちり施工できてますけども、多分初めて消費者手に取ったらこれは分かりにくいなっていうのがいろいろあったんですよ本当に、うん。まあ、ちょっと最後にね、これ2回目の施工はね、匠にもやってもらったんで、彼の意見も踏まえて、総まとめの中間報告っていうのをちょっと皆さんにしたいと思います。はい、はい、で改めまして第1回の、研究結果中間報告ですね。はい、これを まとめて皆さんにもお伝えをして、企業さんの方にも持っていきます。はい、はい、使っててお互いに良かったなってなったのが、まず一つこの化粧水タイプの、はい、こう一滴ずつ取れるパタパタって取れるやつの蓋付き、はい。まあ、彼的にはこれもうちょっと穴がちっちゃい方がいい、うん、っていう風な意見はあったけども、まあ、このタイプは良かったと。もう一つがこういうプッシュタイプのやつですね。これはいいね。こう布持って直接、ただ、うん、絶対蓋付きね、これ、うん、これ付きじゃないと漏れるんで、うん、保管が困る、うん。とりあえずこの2つは絶対に良かったですよっていう形で意見を上げます、うん、はい。もう一つが一応ね、これはサブでもし上げるとしたら、こういうなんジェル取るやつ、うん、化粧水とかをピュッピュッて取れるやつ、うん、まあ、これジェル入れるやつなんですけど、シャバシャバの液でもいけたんで、これはこれで3つぐらい意見あったらいいかなっていうことで、うん、まあ、2つプラスアルファぐらいであげようかなと、うん、はい、思ってます。で、取説の部分はもうちょっと全体的に良くないんで、もうこれ見にくいし、まず書いてることちゃうし、うん、ネットのやつも、まあ、あんまり、まあ、その辺はちょっともうここで意見するっていうよりかは、もう企業さんに直接言ってもう抜本的にもう変えてもらわんとダメやなって感じなんで、ここはちょっときっちり話を投げます。はい、今回はこの不織布で施工させていただきました、うん。これはA グレーズのコーティングキットに付属していた不織布を僕使わせてもらったんですけど、はい、果たしてこれで施工はいいのか、うんうん、今回は不織布でしましたけど、スポンジの方がいいのか、うん、マイクロファイバーがいいのか、うん、もしくはメラニンスポンジとかの方がいいのかとか、そのあたりについて次回、いろいろ調査をしていって、僕らなりにも、サンプルいろいろ集めますけど、皆さんはぜひ見ててこれでやってほしいとか、もしくは今回のボトルの話でも OK です。このボトルも試してくださいっていうのがあれば、概要欄に Google フォームもう匿名で自由記述で書けるように置いておきますので、意見ください、うん、はい。それももしいい意見があれば、企業さんの方に中間報告で、上げさせてもらいます、うん。いや、コメント欄でも OK です。もちろん見られてもいいってことであればコメント欄でも OK なんですけども、一応まあ見えないように意見を通したいっていう方もいると思うので、うん、そこはどしどしお待ちしてます。僕らの意見プラス、皆さんの意見を踏まえて、企業さんの方からもそういう視聴者とかカスタマーの意見ください、欲しいです、たくさん欲しいですというふうにいただいているので、うん、ぜひ皆さんどんどん当研究所履歴書不要で入れますのでご意見お待ちしてますので、はい、ぜひよろしくお願いします。ちょっと積極的にちょっと申し訳ないですけど、うん、他の撥水剤でこれが使いやすかったですとか、ボトルで、ああそうそうそう、そういう意見もらえると大変助かります。いいですし、実際に、ね、言ってみて形になるかわからないですけども、もし例えばじゃあ
これで製品化されましたっていう風になったら、うん、この製品化されたものをサンプルで一応お配りしてさらに意見をいただくとかいうこともやっていこうかなと思っていますので。そうやね、はい、どんどん意見ください、うん、とりあえず中間報告を上げる上で、皆さんも参加したい意見通したいという方があれば、うん、一緒に上げますので、はい、ぜひください、はい、よろしくお願いします。とりあえずじゃあ第1回はこれで終わりですので、第2回はまた、ちょっと先になるかもしれないですけども、そういう不織布で塗るのかスポンジで塗るのかとか付属品の部分について言及していきますので、はい、またお会いしましょう。以上、家系戦車研究所でした。はい、今回動画はこちらで以上となります。まだチャンネル登録されてない方はぜひ登録いただき、次回の動画もお楽しみにお待ちください。ご視聴ありがとうございました。